ブリリアントは日本の女性歌手、島谷瞳のミニアルバム、デビュー20周年を記念する作品として2019年7月24日にリリースされた。1曲目のブリリアントウェイズは大人な魅力を感じさせるサマーソングで、島谷よると今の自分の気持ち、そしてこれまでの楽曲の印象的なフレーズをギュッと詰め込んだ曲。二曲目のシーサイドロマンスは、 本アルバムのために温めていたというサマーソング。3曲目の大人なラブバラード、ジェントルレーンは前作ミスティーに収録されたものを新たに歌い直したもので、島谷は今の私でしか歌えない、今のこの年になったから出会えた曲と気に入っている。この曲は同年11月に優先ランキングの10位に入るヒットとなった。4曲目の甘色の髪の乙女も、 島谷の第一の代表曲を再録音したもので大ヒットした2002年の時のエンジニアが偶然また携わることになった。5曲目のブルーマーメイドは島谷のバンドマスターを務めるイデヤスシアキラ夫妻による使用彩を感じさせるシティポップス。最後のサイクルサイクルは2015年に国連サミットが採択した SDGs を広報するために 音楽プロデューサーの柳万が書き下ろした壮大なスケールの落ち着いたミディアムバラードで宇野国連経済社会理事会実前文化交流会の応援ソングに採用された池袋サンシャインシティでのリリースイベントジャケット写真とミュージックビデオの撮影は沖縄で行われ衣装は全て島谷が自らプロデュースしたブリリアントウェイズシーサイドロマンスジェントルレーンー色の 神の乙女ブルーマーメイドサイクルサイクルライブ DVD 版ひとみしまたにクロスオーバープレミアムミーツプレミアムミュージックビデオ版ジェントルレーンミュージッククリップブリリアントベーズミュージッククリップブリリアントオフショットアット沖縄スペシャルムービーありがとうございます